ブラックサンダー。ブラックサンダーは、ウラクセイカが製造している純チョコレート菓子である。1994年発売開始。姉妹商品として、ブラックサンダーミニバー、ビッグサンダーも発売されている。キャッチコピーは、美味しさいなずま級。若い女性に、大ヒット中。1994年、ウラクセイカ豊橋工場の20代の社員が開発。 ココア風味のクランチをチョコレートで固めたものであり、開発コンセプトは売れ筋商品であったチョコナッツ3の食感を重くしたもの、子供ではなく若者を販売ターゲットとした。ココアクッキーを連想させるブラックをキーワードに黒い雷神ブラックサンダーという名前が考えられた。2000年の最初のリニューアル時に美味しさ稲妻級というキャッチコピーが付けられ、 さらに2003年の現行デザインへのリニューアル時に若い女性に大ヒット中というキャッチコピーが追加され現在に至る初期にはうまさ本物スーパーチョコバーというキャッチコピーが付けられていたが最初のリニューアル時に姿を消している当初は九州地方限定で試験的に販売していたしかしブラック製菓が コンビニ等の量販店に販路を持っていなかったということもあり、高市屋等の小規模販売店での販売に止まっていたため、ターゲットと販売店の利用者層が噛み合わずに、売上は5年間低迷を続けていた。そこで、若者が集まる大学の生協に目をつけ販売を開始したところ、学生に指示され、京都大学生協では貸し部門で売上げ1位を獲得するほどの人気となった。 その後、セブンイレブンにパイプを持つ卸売会社の協力で得た商談の機会にて、九州地方限定での、もし販売が不調であれば、即取引停止という条件付きの3ヶ月の試験、販売期間を得る。そこで好調な販売成績を得て、全国のセブンイレブンにも採用され、その後ローソンやファミリーマート等の大手コンビニでの展開もされるようになり、売り上げも急上昇する。 インターネット上では2006年頃に、正教の白石さんに取り上げられて、以降、知名度が上昇した。また、2008年には、北京オリンピック体操個人総合において、銀メダルを獲得した内村公平の好物して知られたことで、認知度、売り上げが上昇し、2009年度には、販売数が1億個を突破。2012年、内村が、 ロンドンオリンピック体操個人総合で優勝した際にも母親が花束の代わりにブラックサンダーを送ったことなどが話題となったが実はロンドンオリンピック前の報道でブラックサンダーたちが明らかになり発売元が残念がっているとも報じられたまた第96代内閣総理大臣安倍晋三もブラックサンダー愛好者であり秋江夫人は 自身の顔写真を印刷したマイ・ブラック・サンダーをバレンタインチッコとして安倍総理にプレゼントした。2010年5月にはアパレルブランドのグアカモーレと水着のコラボレーションを発表、有名セレクトショップなどで発売された。2011年2月には謎のブラック・サンダーというタイトルで書籍かもれた。2013年からはバレンタインでのシーズンに 一目でギリとわかるチョコのキャッチコピーで主にギリチョコ用途を狙ったキャンペーンを展開しており主にネット上で大きな反響を得ているまた2014年からは期間限定のギリチョコショップを出展し限定商品を発売している工術2013年5月17日より豊橋鉄道の路面電車である東田本線で運用されているも3200系 電車3201号にブラックサンダーの全面ラッピング広告を施した車両が登場した。日本国外では2011年より台湾で販売を開始。台湾では黒ライジン、ヘイレーシェ戦等の商品名で展開されている。2013年9月にビッグサンダーの販売を開始したあたりから人気が上昇し、2014年現在は 全生産量の6割を台湾への輸出に回すほどのブームとなっている。2014年に起きた台湾学生による立法院選挙においても運動のメインとなっている太陽下学軍、ひまわり学生軍のシンボルカラーが黒であるというつながりからブラックサンダーが差し入れ品として人気になっている。ブラックサンダーは愛知県とヨハシ市のトゥハシ夢工場で最も製造されているため、 豊橋メーカーとして、キオスクで限定商品が売られている。なお、白いブラックサンダーは、北海道札幌市厚別区の札幌工場で作り、される。2016年、MC バトルをモチーフにした CM が公開された。2014年から、ブラック製菓は、バレンタインデー及びホワイトデー前に、東京駅のお菓子ランドへ、ギリチョコショップをオープンしており、 お返し用の限定商品やその年の新商品を先行販売している。2011年10月から首都圏と北、関東を中心に森永製菓チョコボール、チロルチョコ株式会社チロルチョコなどとのコラボレーション、企画商品が発売されている。この他にコラボ商品として衣類や水着などがグアカモーレショップで扱われている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。